iPhone4S は画期的やわ。多分今あるスマートフォンで一番いいと思うよ。大変やったんよ、かっこいいの作るのに。結構考えたよ。かっこよさと中身もどっちもええが。まず頭がええなった。 A5 のデュアルコアって言って2倍速くなった。でカメラも800メガピクセルですごい綺麗になったわ。すごいいいと思うよ。で OS は iOS5 で200の新しい機能がついて iCloud っていうのもあるの。で Siri っていうのもあるの。何系？Siri いう新しい機能は音声で何でも聞いてくれるが、富山ブラックいうラーメン屋はどこにあんがんけ？西町とか駅前にあるわ。 Siri いうのは賢いからね、どんどん覚えてくしね、いろんなことを頼んだり聞いたりしてくれるよ。スケジュールとかもね。野上くんとかバスケ部と8時から飲みに行きたいけど空いとるかね？なあ、また働いとると思うよ。ダメだじゃん。これまでもね、いろんな音声認識あったけどね、なかなかいいのないよね。Siri は賢いからね、いろいろやってくれるが。ならメール読んでくれっけ。今日高校あるけど、行く？返事。行くよ。で、プレゼント忘れんようにお知らせしてくれる？分かったよ。今までこんなんなかったよね。びっくりするね。iPhone4S はね、デュアルコアの A5 チップ持っとるからね、頭いいよ。だからもう、これね、iPad 2と一緒やからね、頭いいのよ。で、グラフィックはね、いいの使ってるから、7倍速くなったから。で、サファリはね、2倍速く見れるようになったよ。で、通信もね、良くなった。GSM とね、CDMA のね、2つのアンテナ持つようになったからね、世界中でね、電波よくね、聞こえるわ。iPhone4S はね、カメラが映画になったんやじゃん。800メガピクセルだからさ、大綺麗に撮れるよ。でもハードもね、 iPhone4 とちょっとねさらに良くなってて、レンズも1枚加わって5枚もあるわ。だからもう映像もねシャープにね捉えて鮮明に映せるようになったのよ。だからもうこの画像を見て、綺麗だね。ピカピカにね、鮮明にはっきりくっきりとね映してくれるのよ。これ一眼レフ並みの処理してくれるわ。でね、ビデオも撮れるから、今度はねフルハイビジョンだからね。で、手ブレ防止機能もあるからね、手ブルブルっとする人もね大丈夫だから綺麗に撮れるわ。カメラにねまた面白い機能もついたよ。顔認識機能もついたからね、たくさん人おってもね、一番目立つ顔にねピント合うから、見つけるからね。で、ロックスクリーンから写真撮れるやろ。で、ボリュームボタンがシャッターで、撮ったらすぐ拡大して切り取って綺麗に編集して終わり。 iOS5 はね、新しい200の機能ついてね、ようになったよ。で、お知らせも良くなったが、通知センターっていうのでお知らせしてくれて忘れんなと。新しい iCloud は音楽、写真、アプリ、メール、電話帳、カレンダー、書類、何でも持っとるよ。 iPhone で写真を撮ったら、それが iPad でもすぐ見れてすぐ作業できるよ。 iPhone4S はね、この前と一緒の形やけどね、中身がねもう一新したわ。デュアルコアでしょ、このすごいカメラ。iOS5、iCloud、で、アシスタントの Siri、どれ撮ってもすごいわ。間違いなくね、今までの iPhone の中でね、一番いいわ。